はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回のところは JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市から沖縄県久米島に旅行に行った動画のパート2です。皆さん、波照の浜知っていますか？波照の浜は久米島から船で30分ほどで行ける東洋一とも言われる絶景の無人島なんです。海の透明度が高いので熱帯魚や運が良ければウミガメも見れます。それ以外には生産量日本一の久米島名物クルマエビ料理を食べてきました。絶景の景色とグルメなど見ていただける内容だと思っております。 4K 映像かつ二重言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から沖縄県久米島空港まで日本航空 JAL で移動してきた動画でした。こちらの動画をまだご覧になってない方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、レンタカーの手続きをした後久米島空港の外に出ました。レンタカーは駐車場に置いてあるとのことで歩いていきました。今回レンタルした車はダイハツのムーブキャンバスでした。広くて乗りやすかったです。パート1の動画でもお話ししたんですけれども、シガーソケット充電器がない場合はレンタカー屋さんに行って借りた方が良いと思います。気ままな親父さん、おすすめのシガーソケット充電器の Amazon の販売ページを概要欄に載せております。こちらを買っていただいて持参するのも良いんじゃないかなと思います。最初の目的地は T2 どころ福屋です。それでは気ままな親父さん、久米島空港を出発します。今見えてる木はヤシの木ですかね。南国に来たって感じでおじさんワクワクしますね。道路の両サイドには琉球松が立派に生えていました。しばらく道沿いを進みます。こちらを右に曲がりますと最初の目的地 T2 どころ福屋に到着しました。お店の中はこんな感じで朝早かったためケーキは売っておりませんでした。こちらはカフェが併設されていましたね。ドーナツやお土産なども売っておりました。左上の写真を見ていただきますと味噌クッキーが見えるかと思います。味噌クッキーは久米島のお土産で人気のお菓子でこちらで製造しております。3袋買いますと割引になりますので、もし味噌クッキーを買おうと思っている方はこちらで買われると良いと思います。昨年久米島に行った時に行けなかった久米島の車エビを使ったガーリックシュリンプが人気のお店ユナミファクトリーに行きました。ナビを使ってレンタカーで向かいました。北海道とは建物の雰囲気が違うので沖縄に来たなと思いますよね。途中ずっと細い道でしたので運転が怖かったですね。この坂を登って左に曲がりますとユナミファクトリーです。車を降りてお店の方に歩いていきました。なんかアメリカンな雰囲気もあっておしゃれなお店ですよね。奥に料理を注文ができる黄色の建物がありました。こちらで料理の注文をしました。メニューがたくさんあって細かくて見づらいかもしれませんが、私は赤色で囲んだ一番人気のガーリックシュリンプ1500円とシークワーサージュースのメガサイズ600円を注文しました。こちらの料理で使用しているオリーブオイルを販売しておりました。沖縄産のシークワーサーや青森産のニンニク、久米島の塩が入っておりまして私も買ったんですが、お土産におすすめだと思いました。私はオープンしてすぐに来店しましたのでお客さんは誰もいませんでした。ガーリックシュリンプは久米島特産の車エビがプリプリで、先ほど紹介しましたガーリックオイルとマッチしていましてとても美味しかったです。シークワーサージュースは YouTube 動画的にメガサイズにしましたが、かなり量が多かったですね。まずパクて美味しかったです。食事をした後波照の浜ツアーに予約しておりましたので向かいました。途中こちらにお示ししておりますティーダ橋を通りました。この辺りから海に向かって飛び込んでいくような感覚を味わえるんじゃないでしょうか。奥には波照の浜も見えました。
いやー、すごい絶景ですね。飯田橋を通った後、久米島旅行のナンバーワン観光スポットであります波照浜ツアーの集合場所であります泊まりフィッシャーリーナに行きました。窓回り漁港あたりを走行しました。以前は高速船がこの辺りから発着していたらしいです。この道を左に行きますと大島大橋がありますが、そのまま真っすぐ進みました。サトウキビ畑を見ながら進んでいって、こちらを左に曲がりますと泊まりフィッシャーリーナに到着できました。昨年お世話になりました久米島海洋レジャーの奥に波照浜観光サービスがありました。今回お世話になりました波照浜観光サービスには私が参加しました白い浜散歩コースだけでなく、シュノーケリングスポットに連れて行ってくれるコースや釣りのコースなどがありました。私が参加しました白い浜散歩コースはフリープランの時間によって料金が異なります。私が参加したのはフリープラン120分で3500円でした。波照浜は360度エメラルドグリーンの海に囲まれました砂浜だけの白い島です。遊覧船で久米島から30分程度で行くことができます。それでは船に乗り込みたいと思います。気ままな親父さん、泊まりフィッシャーリーナを出発します。昨年お世話になりました久米島海洋レジャーの船は屋根があったんですが、こちらは屋根がありませんので、すごく気持ち良いですし撮影しやすかったですね。泊まりフィッシャーリーナを出るとすぐに奥に大島大橋が見えました。動画を作成しながら思いましたが、海が綺麗でしたね。浅瀬と深い場所でのグラデーションも綺麗でした。10分ぐらい船に乗っていましたら波照浜が見えてきました。午後のツアーでしたのでお客さんあまりいなかったですね。砂浜から撮影したんですが、真っ白な砂浜、そして奥に見えますエメラルドグリーンの海が綺麗でしたね。今度はカメラを動かさずに撮影してみました。波が太陽の光で反射していて綺麗でしたね。そして風でビーチパラソルが揺れているのがなんか良くないですか。こちらでドリンクやフードを注文したり、ビーチパラソルを借りたりすることができます。こちらで注文することができるドリンクやフードメニュー、そしてアクティビティのメニューです。昨年私はバナナボートをしたんですが、めちゃくちゃ楽しかったですね。ただ今年私がいた時は水上バイクのメンテナンスでバナナボートに乗れませんでした。残念でしたね。私はこちらでかき氷500円を注文しました。いやだ、可愛らしいお姉さんにかき氷を作っていただきました。昨年はブルーハワイでしたが、今年はメロンのシロップをかけていただきました。はい、かき氷500円出来上がりました。少し曇っていたんですが、真夏の時期に真っ白な砂浜でかき氷最高に美味しかったです。かき氷を食べた後、海の中から波照浜を撮影してみました。こちらから見る方が砂浜の色がさらに白く見えましたね。今度は GoPro で海の中を撮影してみました。私が撮影した時は熱帯魚がたくさんいました。色鮮やかな魚を見ているだけでおじさん癒されましたね。波照浜の滞在は約2時間半ぐらいでした。私は帰りの船に乗り込みました。お菓子を入れておりますが、波照浜観光のサービスの方はめちゃくちゃ日焼けしていましたね。陽気な方で船に乗っていても飽きずに過ごせました。大島大橋のたもとには今回宿泊しました民宿網元が見えました。波照浜ツアーの後、大島にあります民宿網元に行きました。大島大橋を渡っているんですが、窓から綺麗な海が見えました。はい、民宿網元に到着しました。
民宿網元にチェックインしまして、シャワーを浴びた後、イーフビーチエリアにあります海鮮味処上吉に電話で予約して行ってきました。今イーフビーチエリアを走行しています。イーフビーチエリアは居酒屋やレストランなどがたくさんあり、地元の方や観光客で賑わっているエリアです。ファミリーマートを過ぎて左に曲がりますとお店がありました。お店の中の様子です。芸能人のサインがたくさんありました。人気店なんだと改めて思いましたね。メニューは紹介できないくらいありましたが、沖縄料理が食べたかったので赤色の枠で囲んでおります夜光貝のつぼ焼き990円と、桜のツナマヨ和え440円、車エビの塩焼き638円、おすすめ料理の中からマグロ胃袋唐揚げ660円と、車エビの刺身1320円、ザルモズク440円を注文しました。ドリンクはシークワーサージュース440円を注文しました。桜のツナマヨ和えは葉っぱのような感じで硬くて歯ごたえがありましたね。ザルモズクはモズク自体にはほとんど味がしなかったんですが、特製のごまだれをつけて食べると美味しかったです。車エビの刺身は甘エビなどに比べますと甘みはないんですが、カボスと醤油をつけて食べると美味しかったです。車エビの塩焼きは香ばしかったですね。マグロ胃袋唐揚げは歯ごたえがあって、噛めば噛むほど味わいがありまして、本当に美味しかったです。最後にいただきました夜光貝のつぼ焼きです。とにかく貝が大きかったですね。手のひらくらいあったんじゃないかなと思いました。身は固めのイカのような食感でした。大きいのでインスタ映えすると思いました。味はすき焼きのような甘じょっぱい味付けで美味しかったです。これで今回の動画は以上になります。帰りに乗りました。久米島空港発那覇空港経由羽田空港行き日本航空 JAL 982便の模様の一部の映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は久米島旅行のパート2としまして、久米島の一番の観光スポットであります波照浜の観光ツアーに行ってまいりました。私は波照浜2度目でしたが、エメラルドグリーンの海と真っ白の砂浜は本当に綺麗でした。今回紹介しましたグルメでは、日本一の産地であります久米島名物車エビ料理を堪能してまいりました。あと3の動画では久米島観光の残りの部分の内容につきまして作成していこうと思っております。作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、果ての間、今度は水着美女と来たいな。